どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスプラチナクレジットカードの特典変更解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。年会費ね14万円するねアメックスプラチナカードなんですけども、特典がですね、変更の発表はですね2021年の3月31日にねありましたので、こちらについてですね解説ねやっていきたいなというふうに思っております。今ね保有されている方ももちろんいらっしゃると思いますし、今ね気になってるけどもまだ発行されてないって方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思っております。それでは早速ですね、今回発表になったですね変更部分についてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まず1つ目はですねラグジュアリーショッピング、2つ目がですねアメックススペシャルリザーブ、3つ目がですねスマートフォンプロテクション、4つ目がですねフリーステイギフトっていう風になっております。このねフリーステイギフトに関してはですねちょっと前にね発表があったわけなんですけども、今回の動画でね一緒に解説させていただきます。まず1つ目のラグジュアリーショッピングなんですけども、こちらは2021年の4月下旬よりねサービスが開始になるっていう風になっておりまして、対象の加盟店ですね利用するとポイントがね多くもらえるっていう風になっております。こちらラグジュアリーショッピング自体のですね発表あったんですけども、加盟店自体のですね発表はねまだなってないっていう風になっておりまして、どこで利用するとどのぐらいポイントがもらえるっていうのはですね今現在はまだわからないっていう風になってるんですよね。まあねこの点についてはですね発表があり次第ですね私の動画のコミュニティ欄でもですね発表ねしていきたいなっていう風に思っておりますので、ぜひね気になる方はチェックで、ね、していただきたいなっていう風に思っております。とはいえですねラグジュアリーショッピングということでアメックスのねプラチナのラグジュアリーショッピングだとですね、おそらく高級ブランドしかね利用できないのではないのかなっていうふうに思っております。それでは2つ目ですねアメックススペシャルリザーブについてなんですけども、数々の賞をね受賞しているお店、予約が取りづらいお店などですね一流レストラン、まあ、そういうお店がですねこちらのプラチナカードね保有されている方に先行でね予約案内してくれるっていう風になっておりまして、毎月ね1日に情報が更新されて先着で予約開始になるそうなんですよね。でですねこちら利用するにはですねポケットコンシェルジュのね会員登録が必須になるようで、まあ、利用されたい方はですね会員登録ね済ませていただきたいなっていう風に思っております。またですねこのアメックススペシャルリザーブポケットコンシェルジュボーナスポイントキャンペーンということで、通常ですねこちらで利用すると100円決済につき1ポイントねもらえるわけなんですけども、こちらキャンペーンで100円につき2ポイントもらえるねキャンペーンが始まるっていう風になっております。こちら対象期間はですね2021年の4月1日からですね2021年9月30日までっていう風になっておりまして、こちらねエントリー不要っていう風になっております。で対象店舗はですねポケットコンシェルジュに掲載されている全店舗っていう風になっておりまして、またね対象店舗はですねポケットコンシェルジュに記載されている全店舗っていう風になっておりまして、ポケットコンシェルジュではですねレストラン予約確定日にねカードの支払いがね発生するっていう風になっておりますんで、こちらで支払った金額はボーナスポイントね対象っていった形になります。またですね当日に追加注文された場合であってもですねボーナスポイントね対象っていった形になります。でですねこのポケットコンシェルジュなんですけども、私もですねこちら初めて見たサイトで、まあどのぐらいのね価格帯のお店があるのかなっていうふうに思ってて、まあアメックスプラチナのですね予約サービスっていうふうになりますんで、かなりね高額ではないのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ簡単にね検索した感じだとですね1万円から1万5千とかねそのぐらいでディナーにね行けそうなお店もありますので、べらぼうにね高いって言ったわけではないので、このボーナスポイントもですねレストランね利用される方であればですねこのボーナスポイントキャンペーンもね悪くないのかなというふうに思っております。それでは3つ目ですねスマートフォンプロテクションということで、こちら運用開始が2021年の4月1日からね付帯するサービスっていう風になっておりまして、お持ちのねスマートフォンが破損した場合ですね修理代最大10万円までね保証してくれるっていう風になっております。でですね条件がありまして、購入から2年以内のねスマートフォンっていう風になっておりまして、保険事故発生時ですねスマートフォンの通信量を少なくともですね3ヶ月以上連続してプラチナカードでね決済している場合っていう風になっております。でですね保証範囲なんですけども、破損スクリーンガラス割れのね
損害も含むっていう風になっておりますんで、まあ、iPhone とかね使われている方であれば画面割れた時なんていうのですね、この保証は使えるっていう風になっております。でですね、限度額が1年間で10万円っていう風になっているんですけども、免責金額がね設定されておりまして、1事故につき1万円ねかかるっていう風になっておりまして、こちらね保証されるのはですね本会員のみっていう風になりますんで、アメックスのプラチナカードはですね、家族カードはね4枚まで発行することができるわけなんですけども、保証されるのは本会員のみっていう風になっております。こちらのスマートフォンプロテクションに関してはですね、 ANA アメックスゴールドとかのアメックスのクレジットカードでもですね保証始まったわけなんですけども、 ANA アメックスゴールドとかだとですね3万円っていうね保証なんですけども、アメックスプラチナカードであればですね10万円の保証っていうことで、かなりねすごいですよね。今までもですねアメックスプラチナにホームウェアプロテクションっていうね家電の保険があるわけなんですけども、こちらはですねスマートフォン対象外だったんですよね。まあそこをねカバーしてきた保険なのかなっていうふうに思っております。こちらねいいなと思ったんですけども、残念な点はですね免責金額が1万円かかる点なんですよね。修理代がね10万円で1万円ね支払うのであればですね、まあしょうがないかなって思えるかもしれないんですけども、こちらね2万円の修理であっても1万円ねかかるっていう風になりますんで、まあ年会費がですね14万円のアメックスプラチナっていう風になりますんで、この免責金額はですねちょっとなくしてほしかったなっていう風に思っております。それでは4つ目のフリーステイギフトですね。今回のね発表内容で一番のね改善点ではないかなというふうに思っておりまして、アメックスのプラチナカードにはですねフリーステイギフトっていうのがクレジットカードを更新した時にねもらえる特典っていうふうになっておりまして、今までは週末がね除外日であることが多かったりですね、行った先のねホテルステータスを保有していてもですね利用することができなかったわけなんですけども、今回のね変更発表でですねホテルが刷新されまして、除外日がですね大幅に減ってですね、土日に関してもですねほぼ利用することができるようになります。また利用できるホテルの中にはですねヒルトン、マリオット、ハイアット、プリンスホテルとかね結構対象ホテルがねたくさんあるわけなんですけども、マリオットとヒルトンに関してはですねホテルステータスが使えるようになったんですよね。これはね大改善ではないのかなというふうに思っておりまして、アメックスプラチナね保有されている方もですね週末にね利用することができないっていうのがですね結構ねネックになってるっていう話もね聞いておりましたし、またねホテル側のステータスもですね利用することができなくてちょっとなっていう方もねいらっしゃったわけなんですけども、まあヒルトンとねマリオットのみになるわけなんですけども、今後ね利用することができるっていうのはですねかなりねいいのではないのかなっていうふうに思っております。でですね刷新された対象ホテルに関してなんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、結構ね対象ホテルたくさんあるっていうふうになりますんで、もしね詳細見られたい方はですね概要欄にね公式サイト載せておきますので、そちらからね確認していただければなというふうに思っております。それでは次にですねアメリカンエキスプレスのプラチナカードのですね切り替えキャンペーン解説ということで、こちらね結構お得なのではないのかなというふうに思いますので、こちらもね解説しておきたいなというふうに思います。今現時点でですねアメリカンエキスプレスのグリーンもしくはゴールドカードですね保有されている方でアメックスプラチナにね切り替えた方は最大ね8万ポイントがねもらえるキャンペーンがね今来ているんですよね。でこちらの特典ですね、入会後3ヶ月以内に30万円の利用で1万ポイント、3ヶ月以内に50万円の決済で4万ポイント、3ヶ月以内に100万円の決済で2万ポイントということで、こちらね通常の100万円の決済分のポイントを入れると合計8万ポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。まあ年会費はですね14万円ということで、かなりね高いクレジットカードなわけなんですけども、発行ね検討されている方はですねぜひね活用していただきたいなという風に思っております。でですねこちらのキャンペーンについてはですねアメリカンエクスプレスの営業担当の経由でですねこうするといただける特典っていう風になっておりますので、もしね検討されている方はですね私のツイッターのDM もしくはですねブログのお問い合わせフォームからですね一声いただければ、アメリカンエキスプレスのね営業担当の方紹介させていただきますので、こちらもね覚えておいていただきたいなというふうに思います。まあ一応なんですけども、こちらねアメックスの営業担当の経由のね特典というふうになりますんで、私自身にはですね一切ねメリットがないキャンペーンというふうになっておりますんで、この点もねご安心していただければなというふうに思っております。
今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった英霊マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。